はい、ということで今日は火曜日に WWDC で発表された MacOS ビッグサーの、まとめをねしたいと思いますけども、19年間続いた OS10 でしたけどもね、ついに11になったということ でデザインの大幅刷新が行われています。半透明のメニューバー、新アイコンデザインや各種サウンドの見直し、そして通知センター、ウィジェット、ボタンやコントロールの見直しがされています。Mac 初のコントロールセンターも追加されたということですね。で、各種アプリについてはツールバーとサイドバーのデザインに刷新されていまして、でメッセージとかマップとかについては、まあ、iOS とシームレスに、まあ、ほぼ同じ機能になったようですね。であとはね、サファリが大幅刷新ということで、機能拡張が使えるようになりましたということで、使うサイトごとに設定可能だそうですね。あとはスタートページのカスタマイズ、翻訳機能やタブのプレビュー機能とか、プライバシー強化などがあるそうですね。あとはこれ、開発者向けには、カタリストで、iOS、iPadOS 版の移植が、より簡単になったってことですね。前からありましたが、より簡単になったようです。で、こちら、ビッグサーって何でしょうか？これはサンフランシスコのだいぶ南の方の、州立公園の名前なんですね。まあ、このように自然豊かな、まあ、海と森のようなね、州立公園という、ね、ことのようですね。まあ、今回も地名となっております。であとは今回このビッグサーにもう一つ意義が、ね、ありまして、これ結構重要な意義で、Apple Silicon 搭載 Mac への最適化ということ で、まあ、数年間かけて水面下で動いていた独自開発の SoC をMac に搭載する計画というのをですね、まあ、これを移行ユーザーにもデベロッパーにもスムーズに提供するための OS でもあるということ で、まあ、これ既存アプリとか、まあ、開発者向けにスムーズな最適化ができる機能を盛り込んでいるというね、まあ、そんな役割が結構ね大きいみたいですね。で、対応機種はねこんな感じとなっています。一番古いのが Mac Pro の2013、 MacBook Air の2013年版以降ということですね。で、デザインの方ですけど、このようにメニューバーが、ね、半透明になって、なんかみずみずしいデザインですね。で、アイコンデザイン結構こだわったようですね。で、今回はこのメールのアイコンなんかそうですけど、この iPad や iPhone との統一化を図ったっていうのがかなりポイントのようですね。で、あとは音なんかもですね、だいぶ変えたようですが、なんか起動音がするとかしないとかっていう話ですね。まあ、その他ボタンやコントロールの、まあ見直しを行っていてですね、操作感が上がっているようですね。で、あとは初のコントロールセンター、これねありそうでなかったんですよね。で、こちら各種設定ですね、まあ、ワイヤレス系の設定とか、あとはね、輝度音量など、そしてダークモードナイトシフトなんかも、やれるようですね。そしてメニューバーへのドラッグ&ドロップでメニューバーの方に入れちゃうことも可能だったりするようですね。で、あとは通知センターとウィジェットですが、まあ、こちらはですね、メニューバーの時計のとこを押すと出てくるそうですが、通知のグループ化と展開、一括消去って、まあ、このあたりも iPad、iPhone にかなり近づけているという、ね、感じですよね。で、ウィジェットについてもこの編集とかサイズ変更、このあたりは、まあ、iPad とかに、ね、近いですよね。で、あとはサードパーティーが独自のウィジェットを作ることも可能というあたりでですね、まあ、かなりねこういった細かいところが、iOS、iPadOS に近くなったなという印象ですね。で、個別のアプリ、メッセージについては、まあ、このようにですね、まあ、今まで Mac って、まあ、簡単なテキストのやり取りぐらいしかできなかったのが Mac でもシームレスになったってことで、もうほとんどね同じ機能が使えるようですね。まあ、写真の共有とかエフェクト、あとは、ピン固定って、まあ、今回新しく入った機能ですよね。ミー文字ステッカーも使えます。検索強化にグループ機能の強化というのもね、iPhone、iPad と同じになっているようですね。で、マップについてもね、同じく、まあ、iPhone、iPad 版とかなり、近いものなようですね。ガイド機能、サイクリング対応、そして電気自動車ルートなどができるそうです。で、友人の到着時間がわかる機能というのがあるようですね。で、あとはですね、こちら、まあ、マップとかメッセージに関してはですね、まあ、今回カタリストという、iPad 版の、まあ、Mac への移植技術を使っていますよということでですね、まあ、この自社のアプリでも、
このマップメッセージ以外でもね、かなり使ったというリストが、下に出ているね、絵ですね。で、サードパーティーでもかなり増えてますというね、ことを言っていました。で、サファリについてはかなり大幅アップデートをしたそうで、速度は Chrome の2倍で、省電力ですよということが売りですね。あとは、今までなかった機能拡張、こちらが使えるようになったということで、で、App Store にもね、追加をしたというね、ことですね。使用許可をサイトごとに条件設定できたりとかするそうで、あとはセキュリティとプライバシー保護もかなり強化しているようですね。プライバシーレポートといって、そのウェブサイトがどのような情報を吸い上げているかが分かるようになったりとかですね。あとはパスワードについては、キーチェーンのやつですが、安全性をモニタリングして警告をしてくれるような機能があるようですね。あとはスタート画面のカスタマイズ、かなり力を入れているようです。このようにね、自分設定ができます。例えば、自分が好きなね、写真を設定したり、それと表示のカテゴリーをね、いろいろ選べるんですね。例えば、リーディングリストを選んだりとか、で、壁紙については既存で何種類もね、用意されているみたいですね。で、あとはタブの新デザインってことで、結構コンパクトにまとめられていて、プレビューもね、機能としてはあるというね、ことですね。あとは全画面の翻訳についてはですね、残念ながら、アメリカとカナダのみのサービスということで日本語も入っていないというね感じでしたね。であとはその他はね、これ Chrome からのパスワードインポートとか、あとは App Store でのプライバシーインフォメーション、これはダウンロードをする前にそのアプリがどういう情報を利用するかということが明確になっていますということです。その他 FaceTime での手話の参加者を大きくする機能とか、日本語の予測入力の強化、あとは MacBook に関してはバッテリーの最適充電と履歴表示ができるようですね。はい、それで今回の MacOS Big Sur ですが、一番大きな役割はやはり Apple Silicon への対応ではないかと思います。で、こちらプレゼンの最後に、この Apple Silicon、これは iPhone から始まって iPad でグラフィック性能がね、かなり引き上げられた Apple 独自の設計のプロセッサーというかね、SoC なんですけども、で、こちらを Mac に載せたいということで、目指すのは、低パワーの高パフォーマンスだという、ね、ことなんですよね。要するに省電力ということです。そんなんでね、ただ載せるにあたって、これソフトウェアと統合された独自設計のチップを目指すってことなんですが、2006年から採用されていたインテル製のプロセッサーとは根本的に設計が違うためですね、既存アプリとか開発者向けに、スムーズな最適化ができる機能を盛り込んでいるという、ね、ことなんですね。で、例えば、新しい X コードで再コンパイルすると、Apple Silicon に、最適化を 2,3 日でやれますなんてね、ことを言っていました。それがデベロッパー向けにはユニバーサル2というね、技術だったり、あとはですね、ユーザー向けには既存アプリで最適化が進まないものに対しては、ロゼッタ2という、技術で、自動的に使えるように最適化してあげますよというね、そういうものだそうですね。で、あとは、仮想デスクトップへの対応なども積極的にやるような話と、それと今回ね、これ iPhone、iPad と、この設計の近い、このチップなんでね、そのままなんかアプリが使えるなんてこともね、プレゼンでやっていましたけども、で、プレゼンにはこの A12Z Bionic を搭載したMac mini がね、使われていましたけどもね。それで、このユニバーサル2というので、マイクロソフトとか Adobe がすでにネイティブ化を進めていますなんてこととかですね。自社アプリもやっていますってことですね。で、既存アプリについては、ロゼッタ2で最適化を自動的にやりますということですね。あとはバーチャルマシンとかもでもやっておりましたね。そんなんで、この4つの柱によって、最適化を進めますよなんていうことでですね、やっぱりこの Apple Silicon 搭載 Mac への対応っていうのがね、一番の、今回の Big Sur の、役割かなと思いますけどね。で、ただ、Intel の入った Mac も一部作っていくようなんでね、サポートとアップデートは続けますよということでしたね。Big Sur、このデザインもね、みずみずしい感じで、触ってて非常にリラックスできそうなね、デザインっていうのはね、好感持てましたけどね。いずれにしてもね、Apple Silicon 搭載 Mac、今後どうなっていくのか、それについてはね、また動画に一回まとめようかと思っていますけども、ちょっとね、楽しみ
な未来が感じられるプレゼンでした。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。